You'll be the death of me, a leaf who walks.
New York for about 2 years, and I want to thank all of you guys for coming out to our show today. Thank you. チケットとか細かい話すると264人の人が来てもらって、プラス学校の方とか関係者30人ぐらいなんで294人っていう、まあでも大体その目標達成したと思うんで、とりあえずお伝えした今回コラボレーションを見てて、やっぱすごいなんかいろんな可能性を感じて、あとミクが DJ やったりとか、マサミがピアノに行ったりとか、それぞれの個性を出したいっていうところをすごい1年ぐらいなんかすごい悩んでやった中、それがなんかちょっとずつなんか広がってきたのかなって思う中、みんな10人仲いいから、もういつも一緒に話してるし、いつも一緒に考えてるんだけど、それだけだとどうしてもなんかせっかくこのニューヨークに行って広がりって少ないなって感じるところもやっぱあって、もっと自分のコミュニティを広げるような感じで動いてきたら最高だなと思うんで、まあでも半年1個に500人集まって結構ハードル高いと思うんですけども、ぜひ頑張ってほしいなと思うんで、よろしくお願いします。それだけの人がみんなのことを好きでいてくれてるっていうのは、この2年間で気づけた大きな出来事というか、それはもうちょっと自信持っていいのかなってはとはそれは思うんですけれども、実際に中身のことをよく見るとね、で、あとのその歌のことに関してはもう私はもう元々みんなに言ってる通り、全くそのアメリカのクオリティではないと思って、その誇らしく私がなんかこういやー見てみたいな感
じではちょっとまだ言えない段階であるので、一生懸命さはすごい伝わるんだけど、それと一生懸命を伝えるのって学芸会じゃない。だけど、その厳しい面で言ったら、何歳であろうがアーティストとしてステージを作るならば、歌のあり方をもう少しみんな考えた方がいいし、もう少し歌にフォーカスできるような環境だったりとか、あとはその歌って何なんだろうみたいな、本当に本当に歌って何なんだろうっていうのをもうちょっと考えるべきなのかなっていうのもあって。